平成書体の見本。平成名朝または平成名朝からだは、財団法人日本企画協会文字本と開発普及センターで開発された平成書体のうち最初に開発された名朝からだ。平成名朝の当初の設計指針は次の通りである。他のフォントと独立したオリジナルの名朝体本文での使用を主な用途とし、 横組にも縦組にも適する拡大と縮小に耐える電子機器で使いやすい高品質のアウトラインフォント化ができる原案として採用された両ー,ーマジックスによるデザインコンセプトは蒸気の指針を満たすとともに視覚的重心を低めにする縦線を太めにするなどの横組での使用を重視するものであった平成名朝の開発が行われた文字フォント開発普及センターは 1988年に工業技術院の主導により日本企画協会内に組織された。当時の日本では情報機器の普及に伴う需要の高まりに対してフォントの供給が遅れていたため標準的なフォントを開発して供給するとともにフォント制作を進行するのがその狙いであった。開発はデザインコンペティションによって選ばれたリョービー・イマジックスによる デザインコンセプトに基づき、同社と複数のコンピュータメーカー、印刷会社が共同して行った。有名な利用例として、同時期に策定された GISX0212 のレジ用自体としての採用がある。文字フォント開発普及センターにおける開発では、アウトライン化話されなかったが、各社がこの書体に由来するフォントを開発している。1988年、 文字フォント開発普及センターにより、オリジナルな苗蝶体を条件とする、平成苗蝶体のデザインコンペティションが行われ、本明朝の製作元である両ー,ーマジックスが広い、懐などのモダンな特徴を持つ、新苗蝶体を提案し採用された。この新苗蝶体が、平成苗蝶体 W3 となる。平成苗蝶体は1990年に完成し、 1991年から関係者に配布された。1991年、初の平成民朝体搭載ワープロである NEC の文豪ミニ 5SX、ミニ 7SX、ミニ 7SD が登場し、その後も平成初体を搭載するワープロが増えていった。平成名朝体は一部のパーソナルコンピュータにも搭載されるようになった。1992年に、 クラシック MacOS 向けとして出た漢字トルータイプパッケージでは、明朝からだに、本明朝から M が採用されたものの、同年末の漢字トーク7.1では、本明朝から M 及び、流民ライトキロリットルとともに、平成明朝、W3 も搭載された。一方、1993年の日本語版、Windows 3.1では、標準明朝対フォントとして、 本名朝から L をベースとする MS 名朝ファミリーが採用され、マイクロソフトオフィスでも付属する名帳フ台本とは、平成名朝でなく、本名朝ベースの MS 名朝を元にした HG 名朝ファミリーとなっていた。1990年の JISX0208 から1990と JISX0212 から1990の 例示事態において平成明朝からだが採用され、これによって多くのフォントベンダーが平成書体の字体を参照するようになり、フォントの字体差が減っていったとされる。1998年12月に漢方の組版が電算社職から DTP に移行した際、漢方の書体が市販の平成書体に変更された。ありがとうございます。